こんにちは、成形写真家の湯浅です。え成形写真の定番構図、ま、秋冬編ということでえ秋冬の星空の説明から定番構図の狙い方、ま、さらにちょっと変わった狙い方を説明しますね、えー、夏の天の川を、ま、適当に撮ることしか知らない方なんかには参考になるかなと思います、えー、まず 秋の星空の簡単な説明ですが、無料の星座ソフトであるステラリウムを使って説明します。えー、全体をまずざっくり言いますと、秋の星座自体はかなり地味なものなんですけど、まあ、早い時間には夏の、遅くなれば冬の、まあ、豪華な被写体が狙える時期でもありますね。えー、では、秋の星空はどんなものか見てみましょう。 こちらですね。ステラリウムです。秋は日没が早いですね。11月3日で、5時過ぎにはもう日没なんですね。これはですね、現在時刻が16時49分ですね。日が沈んで白明が残っている頃ですね。時間を進めてみましょう。まず暗くなってくるとですね、 午後5時40分ぐらいですが、えー、まあ南東の空に土星とか見え始めますね。明るい星は見え始めます。どんどん暗くなりますね。天の川も見えてきます。まあ、11月ともなると、まあ、時間的にですね、えー、垂直に立つ天の川は難しいでしょうね。これまだ白明が終わっていません。えー、垂直に立,立つのがちょっと過ぎた時間になりますけど、 18時4分ですね。まだ白明が終わってませんので、えー、垂直に登る天の川を撮るのはもう難しい時期になってきてますね。まあこれ以降どんどん、えー、難しいというか無理になってきます。ですので、もう少し時間を進めて、まあ、白明が終わるのがまあ6時半ぐらいですよね。だいたいね。えー、6時半ぐらいですとこの南西の空にちょっと斜めに立つ天の川は撮ることができますね。 この天の川と、えー、さらにこちらですね。夏の大三角、えー。西の空の夏の大三角とこの天の川は定番になってきますね。まあこの時期のよく見る構図ナンバーワンですね。西側の空になりますけどね。で、秋の星座っていうと、ペガスス座とかですね。ちょっと出してみましょう。えー、ペガスス座とかアンドロメダ座。 なんかがまあ中心になりますよね。ただやはりその一等星もなくですね、えー、地味なので、えー、秋の星座を使いたいっていう場合は、まあそうですね、このカシオペア座。まあ秋の星座の中でもよく知られていて、まあ目立つ星座ですね。カシオペア座を使うのが定番かなと思います。まあこちら薄いですけどね、天の川も通ってますんでね。 で、例えばカシオペア座狙う場合に、えー、っと、もう6時半ぐらいの時間でね、結構登ってますから、その下にある、下から出てきてるペルセウス座、えー、こちらとペアで狙って、こう縦位置にしてやって、えー、狙ってやるっていうのは、まあ一つの定番ではあります。まあペルセウス座自体は流星群でしか知られてないんで、星、えー、座の形をね、これは星座線を書いてますけど、星座線なしで星座が なかなかはっきりわかるものではないんで、まあ一般的にはわかりにくいかもしれませんねで。星を知ってる方であれば、あ、カシオペアだ、ペルセウスだってまあわかりますけどね。で、ペルセウス座にはこう目立つ星団として、この二重星団っていうのがあります。これね、拡大するとわかりますが。で、これはかなり目立つので、肉眼でも見えますし、広角レンズなんかでもね、これちゃんと入ってくれます。二重星団。で、アンドロメダの 大銀河ですね。これも写真には広角レンズでも映りますんで、このあたりと、えー、ここに登ってきてる、オウシ座のプレアデス星団ですね。スバル。こちらも、えー、広角レンズでも入れることができます。まあ、このあたりをね、広角で狙ってみるっていうのもいいかもしれませんね。ちゃんと星雲星団として綺麗な姿に結構映るもんです。まあ、アップにしてもいいですけどね。 ま、秋の星座自体は大体、主なものはそんなもんですが、秋でももう遅い時間になったり、まあ、本格的な冬の到来と、ま、12月ともなると、えー、ゴージャスな冬の星たちが、成形写真でも定番になります。時間を進めてみましょう。大牛座、魚車座と登ってきますね。で、オリオンが登ってきます。東の空からオリオンが登ってきますね。で、魚車座、大牛座、オリオン座、 大犬座、双子座、まあ、このあたり、小犬座ね。このあたりが冬のゴージャスな星座になってきます。えー、どんどん登って、これは11月4日で言うと、0時50分ぐらいですね。かなり深夜になりますが、冬の星座ですね。えー、やはり夏の濃い天の川と、冬のこの明るい星たちですね。オリオン座を中心として、冬の大三角とかね、これです。 ベテルギウス、プロキオン、シリウス、冬の大三角とか、まあ冬のダイヤモンドと言われる一等星がたくさんある冬の星座は、星自体が明るくてゴージャスですね。で、薄いながらも冬の天の川ありますんで、えー、いいアクセントになってくれます。で、冬の星ドラの定番としては、最も人気のある星座である、オリオン座ですね。オリオン座が中心になると思います。 まあこのオリオン座に着目するとですね、まあ、オリオン座の形はよく知られているんですが、まあ、実際のオリオン座はここ頭になりますが、ちょっと絵を描いてみましょうか。え頭で棍棒を振り上げて、このお牛とね、戦ってる姿なんですが、えー、こちらの方、縦、まあ、だったりもするんですが、この毛皮のようなものだったりもしますね。で、オリオン座の中心のこの4つと3つ、 三つ星のところなんかはかなり明るくって簡単に映ります。このオリオンの大星雲あたりも比較的簡単に映りますので明るいので消しましょうか。え、オリオン座自体はね、例えば、えー、iPhone の手持ちなんかでも十分に、えー、その形を撮ることができます。撮ってみたやつもありますね。えー、ちょっと時間を戻して、東の空に登った頃が えー、成形写真では風景と合わせて、まあ使いやすいでしょうね。高さの面でですね。これくらいのね。東の水平線ですが、これくらいの高さが成形写真的には使いやすいかなと思います。えー、11月3日だとこれが22時8分ですね。この状態が22時8分です。オリオン座がこれどんどん登っていって、南の空でこう、 南の空に南中する頃になると、オリオン座はかなり高い位置になるんで、成形写真として風景と合わせるのは難しくなってきます。で、この星座としてはかなりちっちゃくなってしまいますけど、超広角でね、超広角や魚眼で狙ってやるか、手前のね、風景、前景に山とか、まあ崖とかね、背の高いものを使って、一枚で表現してやる。 この辺まで山があるとかね。まあそういうことになります。で、オリオン座単体ではなくて、まあ周辺の星も入れるっていうことであれば、おうし座とか、おお犬座がねで、まず定番になりますね。えー、数ある星の中でも赤っぽい一等星として、オリオン座のベテルギウスと、おうし座のアルデバランはとても貴重な存在になりますね。で、赤っぽい星っていうのは、 実際には写真ではオレンジっぽく写りますが、えー、ぜひこの色をちゃんと出すようにしてあげてください。他の星はね、だいたい青白いのから黄色までしかないんで、この赤い星、冬の星空での赤い星2つは、えー、とてもいい色のアクセントになります。あと色としてオリオン座の大星雲もアクセントになりますね。で、大犬座の、えー、このシリウス。 シリウスは最も明るい構成としてとても有名です。まあ、存在感もありますね。で、星座が分かればえ、大犬座っていうのは、ちゃんとこう、尻尾ね、星座へ出してみましょう。ちょっと書き方があれですけど、あんまりいい絵じゃないな。消そう。犬の頭ね、これ前足、後ろ足、尻尾。ちゃんと犬の形に見えるんですね。まあ、ぜひね、星座として全体が見えるように、 入れてみてみください。シリウスだけ入れるっていうんじゃなくてねまあお好きにどうぞですけどねで先ほど言ったこの冬の大三角ペテルギウスプロキオンシリウスの冬の大三角なんですけど子犬座の方はねこれだけしかないんで、えー、子犬には見えません、まあ、星座として表現するのはちょっと難しいでしょうねでさらにこう広い範囲でですね冬のダイヤモンドって呼ばれる 明るい一等星たちを入れる構図。まあこちらも定番なんですけども、ね、冬の明るい星座を一挙に入れる、えー、いい構図なんですが、えー、これらの星をすべてきれいに入れるには、まあ14ミリ超、超広角でもちょっと厳しくって、えー、まあ10ミリクラスを持っている方っていうのは数少ないと思うんで、えー、まあ魚眼レンズを使うのが一般的になってきますね。対角魚眼で十分です。 やや上級の撮り方になりますが、時期によっては、この冬の、冬の天の川ですね、冬の天の川と行動湖、この行動庫がクロスする、そういった様子を捉えることができます。広い範囲をね、こうして捉えてみるのもいいんですが、まあ、例えばですね、オリオン座単体を主なところギリギリ入る標準レンズとか、場合によっては中望遠ね、85ミ、mm、リとか105ミ、mm、リとか、 で、大きく狙ってみるのもいいと思います。で、50ミ、mm、リや85ミ、mm、リといったレンズは、F1.2 っていう明るさのレンズ。まあ、場合によっては F0.95 なんてのも結構今は出てますけどね。まあ、まともなのはニコンだけでしょうけど。えー、これだけ明るいと固定撮影でもなんとかアップで狙えます。ちなみに、50ミ、mm、リ標準レンズだと、えー、固定撮影で星を点に取る目安である、あの例の200ルールによると、 4秒っていうことになりますね。まあ、4秒でも f1.2 や f1.4 であれば、えー、十分にこの美しい姿を撮ることができます。まあ、こんな感じとかですね。で、もう少し望遠系でまあ、135mm とかで、まあ、場合によっては 200mm 200mm でもね。あの固定で撮れないことはないんですよ。この中心部をね。拡大して成形写真として風景とかと一緒に撮るとまあ、結構迫力が出てきますよね。 この、ね、オリオン座中心部オリオンの大星雲とか、まあ、色が出る天体改造のカメラとかでしたらこの馬の首とかねバーナードループといった赤い星雲も出すことができますしね、まあ、あるいは例えばこのプレアデス星団とかねこの辺を100ミリ135ミリ200ミリなんかで狙って風景も入れたりとかね まあ今の明るいレンズで好感度が使えるカメラになると、まあ、そういった望遠整形もやってみる価値あると思いますね、まあ、暗いレンズしかなくってちょっと無理があるよっていう場合でしたらもう赤道儀で追尾してですね、あの風景が若干ブレてるような写真ってのもそれはそれなりに味があっていいもんだと思いますけどね、えー、今年はまあ私もですね明るいレンズで積極的に 固定撮影の望遠整形とかも含めてですね、限界に挑戦してみたいと思ってます。はい。まあ、定番の構図ね、もう把握してるよっていう方は、どんどん新しい撮り方にチャレンジしていただきたいと思います。はい。それでは、今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました。